なんか国葬反対派の女性がセブンイレブンに迷惑をかけて怒られたみたい。なんと国葬反対派の女性、セブンイレブンの許可を得て撮りました。パシャリ。コピー機で国葬反対プラカードが印刷できますと豪語するも、セブンイレブン公式から許可を出していないと怒られてるんだよ。ではそんな国葬反対派の女性に関するツイートを見てみて。アルフォンス、アルマツ、ああ、菱山の矛、セブンイレブンさんに許可を得てセブンネットプリントの捜査動画を白神弁護士と撮りました。国葬反対プラカードで検索するとたくさんの画像が出てきます。お好きなデザインのプリント番号をセブンイレブンのコピー機で入力すれば100円でプラカードが印刷できます。セブンイレブンお客様相談室公式、株式会社セブンイレブンジャパンお客様相談室です。店内の撮影については原則お客様による店内での撮影はご遠慮いただいております。また撮影店舗を特定し SNS に上げる許可を出していないことを確認いたしました。つきましては本投稿の削除をしていただきますようお願い申し上げます。セブンイレブンお客様相談室公式から怒られた国葬反対派の女性は、公式の言う通りに該当ツイートを削除したようなんだけれど、悔しかったのか次のようなツイートを発信してるんだよ。菱山の矛、昨日セブンイレブンでしかできないネットプリントの利用方法がわからない方に向けて店舗の許可を得て動画撮影をしたところ、このようなデマが大量にセブンイレブン宛てに届き削除せざるを得ませんでした。このようなデマは全て押さえておきました。操作方法を参考にしてくださった皆さん、ごめんなさい。公式に怒られて削除したのに、なぜかデマが流されて削除したと主張している国葬反対派の女性、素直じゃないよね。ネットでも次のような苦言が上がってるみたい。公式に完全否定されちゃって、セブンイレブンさんに許可を得て無許可、こんなの許可したとか言われたらセブンイレブンもたまったもんじゃないよな。消去要請して当然セブンイレブンを巻き込みかねませんからね。セブンイレブン対応早い。威力業務妨害、偽計業務妨害、公式に嘘だと全否定され、情けないったらありゃしない。個人の思想を持つのは自由だけど、嘘や無許可は良くない。デマは抑えておきました。キリ、いや最初にデマ言うたのはあんたや、クク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 ク、ク平気で嘘つくやつにろくなやつおらんわ。日本の活動家はどうしてこういう小さい嘘をつくのかしら。息をするように嘘をつく活動家、バレる嘘でも脳内変換できるから活動家やっていけるんですよ。今見に行ったら怒られたついは消してたけど、字幕入りの動画を再アップしてたよ。セブンイレブンに通報してくるわらわら。そもそも国葬反対派の女性はセブンイレブンさんに許可を得てと堂々とツイートしてるのに、それが嘘だったんだからね。いい大人が堂々と嘘をつくとか普通に考えてありえないよね。まるで子供だよ。とにかく国葬反対派の方々は企業に迷惑をかけない、人に迷惑をかけない、嘘をつかない、この当たり前のことくらい守るようお願いいたします。